こんにちは。組織を強くする望月です。専門分野は人です。組織は人間関係が9割です。もしあなたの部下が発達障害だったらどのように対処すればいいでしょうか。今急増する職場の発達障害、上司のための身につけるべき知識とマネジメントスキルについて書かれた書籍をご紹介いたします。著者は神田東クリニック副院長佐藤恵美先生です。本日も短く分かりやすく具体的に家事をしながら聞き直すだけでも分かるようにお話しいたします。まずはじめにお伝えいたします。こちらの本は社長室や院長室に一冊置かれておいた方がいいというぐらいいい本です。現場での対応法が具体的に書かれていて、とても実用的な一冊です。プロが書いた分かりやすい本です。本体価格1000円です。説明欄にリンクを貼っておきます。佐藤先生はこのようにおっしゃっています。発達障害の有病率は ASD で100人に1人、 ADHD で30人に1人程度と言われています。 ASD と ADHD については後ほどご説明いたします。診断されていない薄いグレーな人たちを含めれば相当数の方がいると言われています。もはや稀に出現する特別な配慮ではなく、職場としては当たり前のマネジメント手法という意識に変えていくべきことなのだろうと佐藤先生はおっしゃっています。今日はこの本の中から、そもそも発達障害とは、発達障害の特徴、業務の向き不向き、職場で起きる様々な問題、事例から学ぶ、上司はどう対応したらいいのか、ダイジェストでお伝えしてまいります。この動画だけでは説明が不完全です。必ず本全体を読んでください。これからお話しするのはダイジェストです。そもそも発達障害とは、生まれつきの脳の様々な機能の発達に関する障害を指します。発達障害という個別の疾患があるわけではなく、 ASD 自閉症スペクトラム障害、 ADHD 注意欠如多動性障害などを含めた総称です。特に就職して社会に出ると、周囲からの要求される水準や質が変わるため、それまで目立たなかった特徴が職場の対人関係や業務遂行におけるトラブルとして顕在化してくることがあります。そしてトラブルの連続の中でストレスが増大した結果、抑うつ状態となり、医療機関を受診するケースも増えています。発達障害の特徴を理解する、 ASD 自閉症スペクトラム障害に見られる特徴、人との関係が苦手、他者への関心が希薄、孤独を感じない、感情のコントロールが苦手、3、想像することが苦手、ルールや前例という物差しを使って思考をします、4、曖昧なこと、目に見えないものが苦手、連続性のある状態を区切って切りをつけることがうまくできません、このあたりで終わりにしておこうと切り上げることが苦手です、5、関心が狭くて深い、自分が興味にあることに関して非常に熱心に打ち込みます、興味がないことには全く関心を示しません、6、一点集中で物事に没頭する、同時並行に物事を進めることが苦手です、7、手順ややり方へのこだわりが、そのやり方を容易に変えられません、8、感覚の鋭さ、光や音、感触や嗅覚、天候や気温などに敏感です、空調の音や少し離れた人の死後が気になったり、他人の香水で具合が悪くなったりします、9、特異的な時間感覚、時間の経過の感覚がつかみにくく、自覚以上に時間を費やしてしまうことがあります、約束の時間までに間に合うように身支度ができず遅刻したりします、10、睡眠リズム、生活のリズムが乱れやすい、これは ASD、ADHD ともに言えます、体内時計が乱れやすいです、11、ワーキングメモリー機能が低い、これも ASD、ADHD ともに言えます、記憶の一時置き場が狭いので複数同時並行に作業することが苦手です。次に ADHD 注意欠如多動性障害に見られる特徴、1、不注意、ケアレスミス、約束を忘れる、時間に遅れる、忘れ物をする、2、多動、衝動性が目立つ、落ち着きがなくじっとしていられません、大人になると体の多動は目立たなくなり、思いついたことをすぐに行動したり、よく考えずに思ったことを口に出したり、独り言が多くなる傾向にあります。業務の向き不向き、 ASD 自閉症スペクトラム障害の特徴のある人の向いている業務、手順ややり方、見通しが
明確な業務、一点集中して行える業務、細かな点に気づけることが活かせる業務、データや数字の正確性を求められる業務、本人の興味や関心にのっとった業務、成果物の良し悪しが客観的にキリしている業務、反復的な地道な業務、次に ASD の特徴のある人が向いていない業務、不向きな業務、継続的発展的な人間関係の構築が必要な業務、電話対応業務、マルチタスク業務、多企業や他部署との調整が必要な業務、作業環境や業務内容に変化が激しい業務、締め切り厳守の業務、次に ADHD 注意欠如、多動性障害の特徴のある人の向いている業務、瞬発力のあるフットワークが必要な業務、新しい発想や発案が歓迎される業務、短期集中型の業務、見通しの立ちやすい業務、不向きな業務、これは ADHD の特徴がある方が向いていない業務です。ケアレスミスが許されない業務、時間厳守、締め切り厳守の業務、マルチタスクが要求される業務、機密情報を扱う業務、地道なルーティンワークや単純作業の業務、集中力を持続しなければならない業務、危険作業。次は職場で起こる様々な問題。1、上司との間で起こること。仕事の進め方について、上司から見たら細かいところにこだわっていつまでも時間をかけます。本人は上司に反抗しているつもりではありませんが、上司から見ると指示に従わないで反抗しているように見えます。本人は何を非難されているか分かりません。2、同僚との関係において起こること。本人に対はないにもかかわらず周りから緊縮を買うことが多いです。次第に孤立します。3、業務の進め方において起こること。こうあるべきという理想形に当てはめて考えがちです。全体像を把握することができず、不要な細かいところまでやってしまいがちです。周囲からは融通が効かない、仕事が遅いと言われます。4、報告、連絡、相談において起こること。発達障害の特徴のある人にとって報告、連絡、相談は大きな悩みです。ある時は上司にこれくらい自分で考えろと言われ、またある時はなぜもっと早く報告しなかったんだと言われます。パワハラに感じてしまいます。5、労働時間において起こること。キリをつけることができず時間内に仕事が終われません。慢性的に長時間労働になりがちです。6、会議の場面で起こること。相手の立場や気持ちを想像して言葉を選ぶことができないので、思ったことをそのままストレートに口にして相手を不快にさせたり場の雰囲気を悪くしてしまうことがあります。7、出張において起こること。出張先に持参する書類を忘れてしまったり、機密情報の入ったパソコンをスーツケースごとホテルに置き忘れたりします。8、接客において起こること。コミュニケーションを重視した接客は向いていないと考えます。お客様の意向を的確に把握できなかったり、気づかないまま相手に失礼なことをしてしまったり、怒らせてしまうこともあります。9、社会人マナーやエチケットにおいて起こること。頬杖やあくびが他者にとっては不快なネガティブなメッセージになってしまうということを分かりません。そのため誤解されてしまうことがあります。社外で営業をするとか、謝罪をするとか、接待をするとか、目的によってふさわしい服装振る舞いを変えることはとても難易度が高く感じます。その場にそぐわない身なりや振る舞いで周囲に違和感を覚えさせます。出産や結婚など義務ではないけれども一応上司に伝えた方が良いことをうまくできずに、なんとなく周りから孤立します。最後は事例から学ぶ。上司はどう対応すれば良いのか、なぜ起こるのか、上司はどう対応すればいいのか教えてくれます。事例は12個あります。その中から1つだけ今日はダイジェストでお話しします。一応本書に書かれている事例を12個を先にご説明します。1、取引先への失礼な態度を繰り返す。2、毎日のように遅刻してくる。3、たびたび約束を忘れる。4、メンタルヘルス不調で休職復職を繰り返す。5、報告連絡相談ができない。6、仕事が遅く頻繁に欠勤する。7、仕事の優先順位がつけられない。8、会議で居眠りしてしまう。9、業務の指示が通らない。10、曲がったことが大嫌い、職場や上司を糾弾する。11、忘れ物やなくし物が多い。12、電話の取り次ぎができない。以上の12個の例の中から10番目の曲がったことが大嫌い、上司や職場を糾弾するという事例について、上司はどのように対応したらいいのかお話します。
J さんは業務を進めていく上で少しでも原則と違っていたりルールから外れていると不誠実な行為だとして職場や上司をたびたび糾弾することがあります。 J さんは責任感が強い、正義感があると自認していますが周囲は困ってしまいます。ただ筋は通っているため無視はできません。内部統制に時間がかかります。なぜこうなるのか。発達障害の特徴を持つ人は曖昧さや臨機応変さが苦手なためルールを守ることを大切にします。自分は正義のために主張していると考えているので上司や組織を糾弾するようになってしまうのです。本人はどうすればいいのか。他者には他者の考える道筋があるのだと理解することが大切です。他者が受け入れやすい言い方のスキルを身につけると役立ちます。日常的に周囲とのコミュニケーションを取り信頼関係を構築することも大切です。孤立していてはうまくいきません。上司はどうしたらいいのか。重要なのは本人の考える道筋にあった納得を得ることです。周知の事実であると思っていることも省略をせずに判断の根拠についてできるだけ詳しく順序立てて説明し論理的に説明すると他者の考える道筋というものが理解できるようになります。納得が得られやすくなります。また日頃から分かっているはず言わなくても分かるだろうをやめできるだけ簡潔かつ明確に説明することを習慣化してください。これが上司のするべきことです。日頃から分かっているはず言われなくても理解しろが通用しません。それでは復習です。発達障害とは発達障害という疾患があるわけではなく ASD 自閉症スペクトラム障害 ADHD 欠如多動性障害などを含めた総称です。発達障害の特徴を理解する 1ASD 自閉症スペクトラム障害の特徴のある人に見られる特徴人との関係が苦手感情のコントロールが苦手3想像することが苦手曖昧なこと目に見えないものが苦手5関心事が深く狭い6一点集中で物事に没頭する7手順ややり方にこだわる8感覚の敏感さ9特異的な時間感覚10睡眠のリズム生活のリズムが乱れやすい11ワーキングメモリーの機能が低いADHD 注意欠如多動性障害の障害に見られる特徴不注意に多動衝動性が目立つ次は ADS の特徴のある人の向いている業務1手順ややり方見通しが明確な業務一点集中して行える業務細かなことに気づけることが求められる業務データや数字の正確性が求められる業務本人の興味や関心にのっとった業務成果物の良し悪しが客観的にはっきりしている業務反復的な地道な業務次は ASD の特徴のある方が向いていない業務継続的発展的な人間関係の構築が必要な業務マルチタスク業務他企業や他部署との調整が必要な業務作業環境や業務内容に変化が激しい業務締め切り厳守の業務次に ADHD 周囲欠如多動性の特徴のある人の向いている業務瞬発力のあるフットワークが必要な業務新しい発案や発想が求められる業務短期集中型の業務見通しの立ちやすい業務不向きな業務ケアレスミスが許せられない業務時間厳守締め切り厳守の業務マルチタスクが要求される業務機密情報を扱う業務地道なルーティンワークの業務単純作業集中力を持続しなければいけない業務危険作業曲がったことが大嫌い職場や上司を糾弾すると事例についてどのように対応したらよいのか重要なのは本人の考える道筋に合った納得を得ることです周知の事実であると思っていることであっても省略をせずに判断の根拠についてできるだけ筋道を立てて論理的に言葉にすると他者の考える道筋が理解できて納得が得られやすくなります。また日頃から言わなくても分かっているはず言わなくても理解しろをやめてできるだけ簡潔で明確に説明をするようにしてあげてください。これを上司が習慣化するといい職場になっていきます。実践した人だけがたどり着ける場所があります。合言葉言いましょう。現状維持は衰退早くやろうたくさんやろう人に優しく仕事に厳しくビスラボ社長いかがだったでしょうか。今日はちょっと長かったですけれども高評価ボタンチャンネル登録よろしくお願いいたします。最後までご視聴いただきまして誠にありがとうございました。